では、t u n e の新たな使い方といたしまして、実際にアニメ調のセルシェーダーのような質感をアサインしてみましょう。こちら、サンプルからエイリアンのシーンですが、このシーンではデフォルトで通常の AI スタンダードシェーダーのモデルがアサインされております。連打してみますと、今はテクチャーが再設定しないので、このようなグレーの質感で表示されますが、 一つ、アーノルドの新たな新機能として、M2A3.0.1 からですね、このように、前のビューポート内でのレンダーで、アーノルドを用いて、リージョンレンダーを使用することができます。リージョンが表示されましたら、ミドルマウスボタンでドラッグドロップすることにより、リージョンの範囲を再設定し、指定した範囲内でのレンダリングを行うことができます。 便利な機能の一つですね。では、実際に新たなトゥーンシェーダーを一つ作りまして、それらを各素材にアサインしてみましょう。1個目はまず背景用のこのプレイにアサインして、その他エリアのボディ等ですね、えー、ここに設定しても良いのですが、一つ 大きなボディ用のシェーダーをアサインしてみましょう、はい。その後、古い方のシェーダーはこのように全部消してしまって構いませんので、最初に作った方は背景用として名前を付けておき、新たなシェーダーですね。こちらも名前を書いておきましょう。 まあ2個、そうですね。えー、体用として1つ、AI ボディというのを作っておきましょうか。でこちら、赤ラインのみ、アサインします。で、ベースの色をですね、ちょうど8種類のようなエイリアンですので、緑っぽい色で設定しておきましょう。 ヘッドアップディスレイの表示は消しておきましょうか。少し見やすくしまして。レンダ設定の方で。不要なサンプルは減らしておきます。で、今までもやってきましたように、お約束のフィルターで、こちらは一番下の関東に設定して、縁取りがま出ましたね。輪郭線のサイズも少し調整しておきましょう。 このように、えー、トゥーンシェードをアサインして輪郭が表示されていますが、まだセル調というには、えー、異なる質感になります。なので、ベースの方にこのトーンマップですね。こちらにランプをアサインして、階調の設定をします。えー、緑系の色でしたの、ね、で、同じようなカラーで深緑から影を表現する色味をつけていきます。何段階か設定することにより、トゥーンの 会長を変化させることができますので、ここでは3つ4つほどの会長を作っておきましょう。ステてシャーと ランプの設定はリニアからなしにしておきます。こうすることにより、トゥーンのような段階的な階調が表現できるようになります。で、トーンマップで表現はされたのですが、この段階ですとまだセル画というよりは少し段階的な質感の表現が異なります。ですので、ライティングの方で ありました AI スカイドームを消して、こちらで新たに、前のメニューから、ディレクショナルライトを1個作っておきましょう。ディレクショナルなので場所はどこでもいいのですが、わかりやすいように設定するためにちょっと角度と位置を変えておきます。ね、少し明るさも固 変化させてみると、えー、ボディへの影の付き方がちょうどアニメのような段階調に、先ほどのトーンマップで表現した階調になっていると思います。同様に、スペキュラーの方にもランプを貼って、質感の調整を行います。こちらも、ランプの調整はリニアではなくなしにして、色の階層をつけておきます。 少しエミッションも与えておきましょうかセル調のような発色の表現ができると思います今こちらもそうですねアウトラインのエッジの色を少し変えております エッジのアングルのセッションも少し変化させてで。このように個々のシェーダーに対してアサインを繰り返すことにより、現在、えー、ボディだけでなくアクセサリーや目、歯、細物といったものの色を変えると、全体の色調が異なって見えて、さらにアニメ調のような質感が表現できるようになります。 こちらがトゥーンシェーダーを用いた実際のトゥーンのような例なんですが他にもトゥーンの設定を異なることにセルるだけでなくて絵画調やよりアーティスティックな表現を行うこともできますがそれらの紹介はまた別の機会に行いたいと思います